スです。です。読書中お邪魔します。水の惑星地球って言うけど、飲める水がどれぐらいあるか知ってる？考えたことなかった。やっぱり。ねえ、ちょっとこっち来てみて。地球の水を集めるとこれぐらい。すぐ使える水はもっと少ないよ。見える？これ見えるかな？少ない。そうです。使い続けるだけだとどうなるかわかるよね。ね、はい、そこの君。じゃあ私たちからも大自然にお返ししないとね。素晴らしい。未来の水を今森から作る。サントリー天然水の森は全国22カ所1万2000ヘクタール。ウォーターポジティブな天然水、サントリー天然水。その天然水ってさ、どうやってできたか知ってた？いや、考えたことなかった。やっぱり？山に降った雨や雪を森が20年かけて天然水にしてくれたんだよ。おー、自然のおかげじゃん。そう。じゃあ、私たちからも大自然にお返ししないとね。それそれ。未来の水を今森から作る。ウォーターポジティブな天然水、サントリー天然水。おはようございます。本番までご紹介だけさせてください。芦田花さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あんまりこう自分のことを言うこと聞くいい生徒っていう感じでも、はい、最初はもうなんかふーんみたいなマイペースな、はい、ワイルドな、はい、女の子。よースタート。ありがとう。チェックします。はい、チェックします。よースタート。すぐに飲める水がどれくらいあるか知ってる？考えたことなかった。ありがとう。はい、確認します。一人暮らしにしてるのちゃんがこうなったらお母さんも家来てびっくりだって。そうであるかねえよ。よースタート。すぐに飲める水はもっと少ないよ。少ない。カット。はい。カメラ、あの水の方で待っといて、フレームインしてくれ。はい。はい。けんどもう明日ちょっといいの。なんかもう今日と明日の間に。待ち時間で。いかがでしょうか。はい。はい。はい、じゃあいきます。よースタート。いや。考えたことなかった。やっぱり。よースタート。その天然水ってどうやってできたか知ってた？いや、考えたことなかった。その天然水ってどうやってできたか知ってた？いや、考えたことなかった。はい、行きます。よースタート。私たちからも大自然にお返ししないとね。こちらからお願いします。お願いします。お腹抜けました。はい、山道なんで。おはようございます。ありがとう。
って言った後にちょっとピースがですね、はい、お願いします。本番、はい、よーいスタート。やっほー、はい、かわいいこと。はい、じゃあ確認します。ちょっと上げきましょう。スタート。やっほー。本番。本番。はい、よーい、スタート。皆さん以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありました。そうですね、本当にすごく大自然が広がっていて、あの清々しい空気を体に取り込んで気持ちのいい撮影ができたんじゃないかなというふうに思っています。あのこの風景だったりとか、その雪山だったり、本当にそれがこのラベルに書かれているそのままの風景が広がってて、なんかすごくあの素敵な場所に連れてきていただいて、何度もこう深呼吸をしてしまいましたし、こういう大自然がすごく長い年月をかけて水を育んでくれているっていうことを知って、自然との共生っていうのも本当にすごく大事だなと思いますし、そのセリフにあった大自然からいただくだけじゃなくて、こうお返しをしていかなきゃいけないっていう言葉がすごく響いて、あの自然への感謝の気持ちをもっと持たなきゃいけないなというふうに思いました。そうですね、あのすごく姿勢が美しい方に憧れるので、なんかこう今年はあの20歳にもなる年なので、なんかこう姿勢がスラッとした美しい人になれるようにストレッチを今もやってるんですけど、あの継続してずっと怠らずにやっていけたらいいなと思います。あの読書ポジティブですね、はい、あの読書をするの好きなんですけど、あのなかなかこう本を読む時間っていうのがまとまって取るのがあの難しいなっていうふうに感じているので、なんかこう最近朝活とかもこう少しあの流行ったりしてるのかなと思うんですけど、朝例えばちょっと15分早く起きたりとかして、なんかこう絵画とかにも興味があるので、美術とかそういう本を読んでもっとこう知識を広げていけたらいいなと思います。あの猫がお家にいるんですけど、あの猫と話してみたいですね。なんかこうやっぱり顔だったり仕草だったりを見ると、これ好きなのかなとか嫌いなのかなとかなんとなく分かるんですけど、やっぱり何をしてる時が一番楽しいのかとか、もっとどんなことしてほしいのかとか聞いてみたいことがたくさんありますね。ちょっと寒くなってきたので、あったかいところ、あったかくこうモフモフのあのベッドみたいなのをあの買ってあげたので、そこにこう気に入ってるかどうか聞いてみたいですね。そうですね、あのやっぱり私とこう同世代の
皆さんにもぜひもちろん皆さんに見ていただきたいんですけど、同世代の方にもぜひ見ていただきたいなっていうふうに感じています。なんかこう地球は水の惑星って言われていますし、すごく日本は美味しいお水に恵まれているので、なんかこう美味しいお水があるのって当たり前っていうふうに感じてしまいがちなんですけど、実はそのすごく限りのある資源ですし、こう降った雨だったり雪だったりがこう飲めるお水になるまでにはもう長い時間20年とかかかるっていうことを知って、それだけ長い時間がかかるからこそ、やっぱりもっと先の未来、こう50年100年先にもすごく美味しい天然水であり続けるためには、こう今を生きる私たちがやっぱり意識をこう変えていかないと、そういう美味しいお水をつないでいけないなっていうふうに思うので、ぜひ私たち同世代の方にも見ていただいて、こうハッとした気づきを感じていただけたらすごく嬉しいなというふうに思います。